人よるアントニオロペス・ガルシア・アントニオロペス・ガルシアは、スペイン・トメジョウソ出身の画家。世界的に現代スペインリアリズムの巨匠と評されている画家である。1936年に、スペインのラマンチャ地方の町、トメジョウソに生まれ、幼少期より幼児であるアントニオロペス・トーレスから絵画を学ぶ。1950年から1955年まで、 マドリードの王立産フェルナンド美術アカデミーで絵画を学ぶ。1993年にマドリードの国立ソフィア王妃芸術センター、2008年にはボストン美術館で、さらに2011年から2012年にはスペイン国内2カ所の美術館で大規模な個展を開催し、世界的に高い評価を得ている。1992年には、 彼の制作過程を撮影した映画マルメロの陽光が映画監督ビクトル・エリセによって制作された。リアリズムでありながらシュルレアリスムの影響も見られる独自の世界を持っている。2013年には日本で初めての個展であるアントニオロペス展が開催され初来日した。ありがとうございます。